あなたが私のマスターか。召喚に従い参上した。これより我が剣はあなたと共にあり、あなたの運命は私と共にある。それでは行くが、後のことは分かっているな。成人するまでは教会に貸しを作っておけ。いずれ聖杯は現れる。あれを手に入れるのは遠坂の義務であり、何より魔術師であろうとするのならさっ。行ってらっしゃいませ、お父様。あれを手に入れるのは遠坂の義務であり、何より。よし、それじゃあ一つ気合い入れて一人前になりますか。うるさい。
止まれ。はいよ、もう。昨日は遅くまでやってたんだから。もうちょっと。まあ、もう、融通の効かないやつ。遅刻はまずい。そうそう、あらかじめ30分ずらして目覚ましをセットしたんだから、あと30分は眠れるはず。30分ずらして、走っていく必要もないか。まあ、その、自慢で。そうだ、ペンダント持っていかないと。
何しろ100年ものの石だものね。うちにある宝石の中じゃダントツで最強だし。まだ始まったわけじゃないけど、切り札だものね。これに秘められた魔力ならできないことはないぐらいなんだし。シュミスム、フィアファーレントライ。別にいいけどね。野良猫でさえ入ってこないってどういうことよ。日本の土が合わなかったのかな。あれ？なんだろう、思ったより静かなんですけど。まあ、こういう日もある。あれ、遠坂？やっぱりそう来たか。おはよう。今日も寒いね、こりゃ。おはよう、三つ鶴さん。つかぬことを聞くけど、今何時だかわかる？ん？何時って、7時前じゃない。遠坂寝ぼけてる？うちの時計1時間早かったみたい。しかも軒並み。目覚まし時計はおろか柱時計まできっかり早まってた。遠坂、気にしないで。別に大したことじゃないから。ええ、弓道部は問題児も多いし、上手いのが一人減ったからね。4月の新入生獲得のために少しぐらいは見栄えを良くしとかないと。そう、気苦労が絶えないのね、相変わらず。他人事だからって言ってくれるわ。あ、ついでだから見ていく？遠坂が見学する分には男どもも喜ぶ。弓道部か。そうね、様子を見るだけなら付き合うわ。早く来すぎたからやることもないし。よし、じゃあ善は急げ。早速行こう。
らほら、まだ開始まで時間があるし、中でお茶しようぜ、遠坂。さて、単刀直入に聞くけど、そっちの調子はどうなのよ、父さん。はあ、ほんと、いきなり本題に入るのね、あなた。その言いぶりだと、そっちはもう見つけたんだ。ノーコメント。遠坂が手を明かすまではこっちも秘密さ。で、どうなのよ。こっちもノーコメント。あなたに隠してもどうせ見抜かれる。彩子の方は？お互いのんびりしてる余裕はないはずだけど。そうなんだけど、私も雲行きは怪しいわ。とりあえず取り繕うことはできるけど。勝手に決めて私に負けるのも嫌？もちろん、私にとって重要なのはあんたを任すことだもの。何が手に入るとかない。似た者同士ね、私たち。ええ、初めて会った時に言ったでしょ、あんたとはそういうか。ところでさ、私たちなんでこんな話してる？なんでって、言い出したのは遠坂。あんたがいつまでも彼氏がいないのは女としてどうよなんてこぼすもんだから。なら3年になる前にどっちが先に男作るかって勝負になったんじゃ。ああ、そうだった。売り言葉に買い言葉ってやつだった。ええ、今時子供でも交わさない約束だけど、あんたと私に限って、どんな結果になろうと負けた方はおとなしく勝者に従うことになる。そうけど、三鶴さん、楽しむのは結構だけど、目的を。分かってるって。遠坂より早く遠坂が死ん、ま、私たちにとってはそれが一番厄介な問題なんだが、どんなにいい男だろうと。ちょっと、私たちって何よ。断っておきますけど、私はそっちと違って冷血感じゃありません。ああ、それ嘘。もしくは気づいていないだけ。遠坂が今まで数えきれないぐらい告白されたくせに、一つも色良い返事してないじゃない。少しでも興味があるなら付き合おうって思うでしょ。なのに断り。発想が貧困ね。その場合、すでに好きな相手がいるから断ってるって。うわ、すっごい美談。いいね、そういうの。そうね、私もそう思う。認めるわ、私こと恋愛に関しては素人みたい。そういうこと。似た者同士だって言ったの父さんって。もうじき7時か。秘密の話はこの辺にしとこ。いつ人がやってくるかわからないし。まあ、三つ釣さんにもそういう世間体があったなんて意外だわ。あんたほど筋金入ってないけどね。私の世間体なんて遠坂凛に比べたらと。で、遠坂はどうして部活に入らないのよ。運動神経がないなんてされ事は聞かないからね。
あら、肺活量では三つ釣さんに負けたわよ、私。あと、体重も三つ釣さんのが上だったけど。やったー、重さで3キロ上回った。って、体重で勝っても嬉しくないってのよ、このタヌキ。危ない、お茶がこぼれるでしょ、三つ釣さん。首相なんだから道場は大事になる。うるさい、私は首相である前に遠坂の来部員がいなけりゃあんたに食ってかかるのは当然よ。あら、部員がいなければ首相じゃないなんて、も問題発言なもんですか。私はお飾りの首相だから、できることって言ったら不良部員を取り締まることだけよ。私以上にしゃがりっぱな奴がいるんだから、首相としての面目なんてないわ。そうなの？藤村先生、三つ釣さん。あの人がそう言うなら、そりゃ少しは自信が持てるけど、まあ、いなくなっちまった奴のことなんてか。そうそう。噂をすれば影、そろそろ部員がやってくる頃でしょ。何、見ていかないの？しゃ見てもわからないもの。遠くから眺める分にはいいけどね、不心得者が道場にいるわけにはいかないでしょ。おはようございます、首相。ああ、おはよう、マト。今朝は一人？はい、力になれず申し訳ありません。ああ、いいっていいって。本人が弓をやらないって言うんなら。それじゃあ失礼するわ。また後でね、三つ釣さん。ああ、また後でね、遠坂。お疲れ様です、遠坂先輩。ありがとう、さくらもしっかりね。やあ、遠坂。おはよう。朝から君に会えるなんて、ついてるな。おはよう、マト君。今日は早いのね。当たり前だろ。首相なんだから。早めに来ないと、ご機嫌なところ悪いんだけど、一文字抜けてるわ、マトー君。大事な字だから忘れない方がいいと思うけど。ん？一文字抜けてるって、何がさ？幸福の福。字は違うけど、響きは一緒でしょ、副首相さん。気をつけなさい。別に首相も副首相も変わらないけど、変に意識すると、こだわってるみたいに聞こえるでしょ？そうだね。今後は気をつける。ありがとう、遠坂。お礼を言われるようなことはしてないけど、まあ、マト君がそう思ったのなら私には関係ないか。ちょっと待てよ、見学に来たんだろ。なら見ていけばいいじゃないか。遠慮するわ、練習の邪魔をしたくないもの。そんなの構わないよ。他の連中が気に障るんなら締め出すからさ。だから邪魔をする気はないって。それに私別に弓道に知らない奴の試合を見ても嬉しくないわ。ん？なんだよ、父さん。へえ。だって言うのに放課後になる。なんだ、知ってたの、マト君。ああ、よく目が合ったんだぜ、僕と遠坂。声を返したかったけど、一応決まりでね。謝辞。勘違いしてたよ。遠坂は弓が好きなんだと思ってたけど、
弓道には興味がないんだろ。離れてくれないかしら、マト君。ん？なに？呆れた。ここまで行っても趣味じゃないけど仕方ないか。か、いい？マト君。私は弓道に興味がない以上に、あなたに興味はないって言ってるのよ。実際、あなたが車上にいたなんて今初めて知ったぐらいだし、きっとこれからも目に入らないわ。それじゃあね、マトくん。自意識過剰なのも結構だけど、ほどほどにしておいた方がいいわよ。どうさか。あれ？遠坂さんだ。おはようございます、藤村先生。うん、おはよう、遠坂さん。ちゃんと挨拶してくれて、先生は。あの先生、ちゃんと挨拶をする以外にする挨拶があるの？うん、あるわよ。1年生はちゃんと挨拶してくれるんだけどね、上級生になってくると私の名字で挨拶しないんだから。とはあ、よくわかりませんけど、先生に失礼なことはしませんが。よしよし。ああ、みんながみんな遠坂。生徒会長、こんな朝早くから校舎の見回り？それとも各部室の手入れかしら？どっち？ふん、そういうお前こそ何を企んでいる？ただの気まぐれよ。竜斗くんちみたいに早起きじゃないもの、私。一つ聞いておくが、最近夜遅くまで校舎にいたことはあるか、遠坂？ないわね。私が帰宅部だって知ってるでしょ。当然だ。生徒会長を任された以上、全校生徒の情報は把握している。そう、なら私に聞くまでもないでしょ。なんだってそんなことを聞くか知らないけど、情報収集は一人でやりなさいよ。私みたいな。たわけ！お前のどこが部外者だ。うちの会計の首根っこ掴んで悪さをしたのを知らぬと思ったが、このメギツレ。あら、人聞きが悪いわね。あれは三つ釣さんに頼まれて、みんなの予算がどこに使われているか調べるなんて、生徒としてと。なんと、うちの会計を1週間休ませた精神的ダメージが当然の行為なのか。あなたもね、部下の手綱ぐらいちゃんと握ってなさい。文化系ばかりひいきするのはフェアじゃないわ。わかっている。だからこそ俺の手で不正を。伊勢、修理終わったぞ。と、悪い。頼んだのはこっちなのに。エミヤに。まそんなこと気にするな。で、次はどこだよ。ああ、次は視聴覚室だ。前から調子が悪かったそうなんだが、この度ついに天寿全うしてたら直せないだろう。
買い直した方が早いぞ。そうなんだが、一応見てくれると助かる。俺から見れば臨終だが、お前から見れば仮病かもしれん。そうか、なら試そう。朝早いんだな、遠坂。それはいいんだけど。仕方ない。三枝さん、けどごめんなさい、私今日は学食なんです。あ、いや、そうなんですか。ごめんなさい、そうとも知らずよ。余計なことだなんて、そんなことはありません。今日はたまたまだから気にしないで。さんでも寝過ごすことがある。ええ、そうなんです。なんとかごまかしてますけど、本当は寝ぼすけなんですよ、私。それじゃあ食堂に行ってきます。三枝さんもごい。はい、遠坂さんも。お、売られたね、ゆきっち。だから言ったでしょ、遠坂は弁当持ってこないって。釣りたかったらあいつの分も飯用意し。マキ、それは私たちも食。ダメダメ、食堂は狭いんだから。弁当組が座れるスペースなんてねっての。それに遠坂と同席して、前の休みだってさ、二人で遊びに行ったのにあいつだけ得しちゃってさ、やだよね、美人を鼻にかけた言うと。牧野氏、君の陰口は通す。あ、やべ、遠坂に聞かれた。ゲゲ。別に遠坂睨んでんだよ、あれ。あいつは笑ってる時が一番怖いんだから。なんだよ。しないでいいのよ。それと牧寺さん、おごらされたのは私で、品物はたい焼きではなくクレープでした。むいげ、マジ怖え、あの笑顔。ぶー、なんだよ、大差ないじゃんか、たい焼きもクレープも。たい焼きとクレープが同じで。
何本気で悔しが。さて、とりあえずご飯と。時間か。ではホームルームを終了する。日直は日誌と戸締まりの確認を。部活動のない生徒は速やかに来た。遠坂、今日はもう。ええ、朝方麻藤君と一件あったし、面倒になる前に帰るわ。やっぱりそうか。麻藤のやつ、今朝は特に荒れてたからさ。そう、迷惑をかけてしまったかし。別に、麻藤が下級生をいびるのはいつものことだし。あれはあれで。そう、よかった。じゃあこの埋め合わせはまた。こはいはい、これに懲りずまた寄っていってちょうだい。留守電なんて珍しいな。相手はやっぱり。私だ。分かっている。あまり悠長に構えられては困る。残る席はあと2つだ。早々にマスターを揃えねばならん。マスターの権利を放棄するというのなら今日中に連絡しろ。予備の魔術師を派遣。お前にはすでに0時の兆しが現れているのだ。さっさとサーヴァントを召喚し、もっとも聖杯戦争に参加しないというのならば話は別だ。ふん、言われなくてもわか。聖杯戦争、たった一つきりの聖杯を奪い合う殺し合い。父さんもセイバーにゆかりのものを残してくれればよかったのに。サーヴァントはシンボルによって引き寄せ。
強力なサーヴァントを呼び出したいのなら。父さんの遺言に期待してたんだけどな。これはこれで。いいわよ、そんなものに頼らなくたってなんとかなるわ。消去の中に退去。石と契約の対抗、ソニは我が大使シュバイン・ヨーグ。降り立つ風には壁を、司法の門は閉じ、王冠よりに出、王国に至るサンサルは十。満たせ、満たせ、満たせ、繰り返し都度に五度、ただ満たされる時を破却する。アンフォン、告げる。汝の身は我が元に、我が命運は汝の権威。聖杯のうるべに従い、この意、この断りに従うならば答えよ。
誓いをここに。我は常世すべての善となる者。我は常世すべての悪を敷く者。何時三代の言霊をまとう必要。抑止の輪より鍛え、天秤の守り手よ。はい？なんでよ！扉壊れてる！あ、もう！またやっちゃった。やっちゃったことは仕方ない。それで、あんた何？開口一番それか。こりゃまた、とんでもないマスターに引き当てられたものだ。するけど、あなたは私のサーバントで間違いない？それはこちらが聞きたいな。君こそ私のマスターなのか？ここまで乱暴な召喚は初めてでね。正直状況がつかめない。私だって初めてよ。そういう質問は却下するわ。そうか。だが私が召喚された時に君は目の前にいなかった。これはどういうことなのか説明してくれ。本気？ひな鳥じゃあるまいし、目を開けた時にしか主を決められないなんて冗談はやめてよね。まあいいわ。私が聞いているのはね、あなたが他の誰でもないこの私のサーヴァントかってことだけよ。それをはっきりさせない以上、他の質問に答える義務はないわ。召喚に失敗しておいてそれか。この場合、他にいろいろと言うべきことがあると思うのだな。そんなのないわよ。主従関係は一番初めにはっきりさせておくべきものだもの。
主従関係ははっきりさせておくか。やることは失点だらけだが、口だけは達者らしい。なあ、確かにその意見には賛成だ。どちらが強者で、どちらが弱者なのか、明確にしておかなければ、お互いやりづらかろう。どちらが弱者かですって？ああ、私もサーヴァントだ。呼ばれたからには主従関係を認めるさ。だが、それはあくまで契約上の話だろう。どちらがより優れたものか、共に戦うにふさわしい相手かを測るのは別になる。さて、その件でいくと、君は私のマスターにふさわしい魔術師なのかな、お嬢。あなたの意見なんて聞いてないわ。私が聞いているのは、あなたが私のサーバー。ほう、なるほどなるほど。そんな当たり前のことは答えるまでもないと。実に勇ましい。いや、だから順番を間違えるなっていうの。一番初めに確認するのは召喚者の務めよ。さあ答えなさい。あなたは私のサーヴァントなのね。強情なお嬢さんだ。これでは話が進まんな。仕方あるまい。仮に私が君のサーヴァントだとしよう。で、その場合君が私のマスターなのか。当たり前じゃない。あなたが私に呼ばれたサーヴァントなら、あなたのマスターは私以外に誰がいるっていう。お、そうか。まあ仮の話なんだが、とりあえずそうだとし、それで君が私のマスターである証はどこにある？ここよ。あなたのマスターである証ってこれでしょ？うん。納得いった？これでもまだ文句を言うの？まいったな。本気かって、なんでよ。その考えがだ。レイジュがあればマスターなのか。レイジュなどサーヴァントを利する道具に過ぎない。まったく、そんな形だけのものでマスターぶるとはな。私が見たかったのは、君が忠誠を振るうにふさわしい人物かどうかだ。何よ、それじゃあ私はマスターし。そう願いたいが、そうはいくまい。レイジュがある以上、私の召喚者は君のようだ。信じがたいが、君は本当には。全くもって不満だが、とりあえず君は私のマスターだ。だが私にも条件がある。私は今後君の言い分には従わない。これが最大の譲歩だ。それで構わないな。そう、不満だけど認めるくせに私の意見には取り合わないってどういうことかしら。ああ、形の上だけはな。故に、
形式上は君に従ってやる。だが戦うのは私自身。それなら未熟な君でもい、うん、怒ったのか。いや、もちろん君の立場は尊重するよ。私の勝利は君のものだし、戦いで得たものは全て君にくれてやる。どうせ君にレイジは使えまい。ま、あとのことは私に任せて。君は自分の身の安。あったまきた。いいわ、そんなに言うなら使ってやろうじゃない。アンファン。まさか。そのまさかよ、この礼儀知らず。フィアトラーク、アインノヤナーゲル。待て、消費者マスター。そんなことで霊獣を使うや。うるさい。いい、あんたは私のサーバントなら私の言い分には。なんだ。考えなすか君は。こんな大雑把な。なるほど、君の性質は。念のため尋ねるが、君はレイジュがどれほど重要か。知ってるわよ、サーバントリス。いいかね、レイジュはサーバントを強制的に行動させるものだ。それは行動を止めるだけでなく、行動を強化させるという意味でもある。例えば、私はここから遠くの場所まで瞬間的には移動できない。だが、レイジュで行けと命じれば、それが私と君の魔力で届くことならば可能となる。強制命令権とはそういうことだ。サーバント自身でも制御できない、肉体の限界さえ突破させる大魔術の結晶が、三つのレイジュなのだ。知ってるわよ、そんなこと。いいじゃない、まだ二つあるんだし。あなたに命じた規則は無駄じゃないんだ。確かに、これは私、レイジュというものは、曖昧な命令には効きが弱くなる。私を守り通せ、この戦いに勝てなどといった、広く長く効果が続くものには、レイジュの力が弱くなる。効き目は長く続くが、苦痛が小さいため、逆らえるサーバントも出てくるだろう。逆に、次の一撃を死ぬ気で放て、あのグラスだけは壊すなといった単一の命令は絶対で、よほど強力なサーバントでも逆らうのは難しくなる。さて、ここまでで私が言いたいことがわかるな、ま。わかるわよ。要するに、広く長い命令は意味がないんでしょ？効果も戒めも薄いなら、サーバントはレイジュに逆らって行動できる。そんな効き目の薄い命令をするなら、絶対的な単一の命令をした方がいい。そうだ、レイジュとはもともと自分たちの能力以上の奇跡を起こすためのもの。それを代用の効く命令などで消費する具は許されない。君の先ほどのレイジュはまさにそれだ。私が君に従うかは話し合いで解決できたことだし、仮にレイジュを使ったところで、全ての言動に絶対服従など、レイジュが100あっても実現できない。じゃあ、私のさっきのレイジュは無意味ってこと？通常ならそうなのだがな。どうも、君の魔術師としての性能は、桁が。桁が違ったって。もっ、ちょっとあなた、自分が今どんな状態なのか、正直に話してみなさい。ああ、
誤算というのはそれだ。先ほどの命令では少しはマスターの意見を尊重しようという程度の心変わりにしかならない。だが今の私は君の言葉に強い強制を感じている。君の意見に異を唱えると、そうだな、ランクが一つばかり落ちるようだ。つまりマスターの意向に逆らうと体が重くなって動きづらい。前言を撤回しよう、マスター。年齢は若いが君は卓越した魔術師だ。子供と侮り戦いから遠ざけようとしたのは私の過ちだった。ブレ、やめてよ。確かにいろいろ言い合ったけど、そんなの喧嘩両成敗っていうか。そうか、いや話のわかるマスターで助かった。なんか切り返し早いわね、あんた。何、誤算は誤算だったが、嬉しい誤算というやつだったからな。これほどの才能があるのなら君を戦いに巻き込むことに異論はない。え、じゃあレイジュ抜きで私がマスターだって認めるのね。無論だ。先ほどは召喚されたばかりで馴染んでいなかったが、今では完全につながった。契約？そっか、サーヴァントは聖杯に呼ばれるけど、呼ばれたサーヴァントをこの世に。そう、マスターの力だ。サーヴァントはマスターからの魔力提供によって、魔力提供量は十分だ。経験的に問題はありそうだが、君の能力は飛び抜けている。普通の魔術師ならばサーヴァントを召喚した瞬間に意識を失っているだろう。先ほどのレイジといい、この魔力量といい、マスターとして君は間違いなく。今さら褒めた。で、あなた何のサーヴァント？見てわからないか。あ、それは結構。わかったわ。これはマスターとしての質問よ。ねえ、あなた。残念ながら剣は持っていない。ドジったわ。あれだけ宝石を使っておいてセイバーじゃないなんて目も当てられない。悪かったな、セイバーでなくて。え？ああ、うん。そりゃ痛恨のミスだから残念だけど、悪いのはわ。なあ、どうせアーチャーでは派手さに欠けるだろうよ。いいだろう。後で今の暴言を悔やませてやる。その時になって謝っても。はい、何、勘に触った？あーちゃん触った。見ていろ、必ず自分が幸運だったと思い知らせてやる。そうね、それじゃあ必ず私を後悔させて、あーちゃん。そうなったら素直に謝らせてもらうから。ああ、忘れるなよマスター。己が召喚したものがどれほどのものか知って感謝するがいい。
もっとも、その時になって謝られても、こじ。まあいいわ。それであんた、どこのエレ？アーチャー？マスターである私がサーヴァントであるあなたに聞いているんだけど。それは秘密だ。は？私がどのようなものだったかは答える。あのね、つまんない理由だったら怒るわよ。それは なぜかというと、自分でもわからない。はあ？何よそれ！あんた私のことバカにしてるわけ？マスターを侮辱するつもりはない。ただ、これは君の不完全な召喚のツケだぞ。どうも、記憶に混乱が見られる。自分が何者であるかわかるのだが、名前や素性がどうも曖昧だ。まあさして重要な欠落ではないから気にすることはないのだが。気にすることはない？気にするわよそんなの。あんたがどんな英霊か知らなきゃどのくらい強…なんだ、そんなことは問題ではなかろう。さまつってあんたね、相棒の強さがわからないんじゃ作戦の立てようがないでしょ。そんなんで戦っていけるわけないじゃない。何を言う。私は君が呼び出したサーヴァントだ。それが最強でないはずがない。もういっか。誰にも正体がわからないってことには変わりはないんだし、敵を騙すにはまず味方からっていうし。わかった。しばらくあなたの正体に関しては不問。それじゃあアーチャー、最初の仕事だ。早速か。好戦的だな、君は。それで、敵は？うん。下の掃除、お願い。あんたが散らかしたんだから、責任持ってきれいにしといてね。待て。君はサーヴァントを何だと思っている？機械魔でしょ？ちょっと生意気で扱いに困るけど。意義あり。そのような命令はこ…いいの？これマスターとしての命令よ。マス…まあ、あなたはその程度じゃどうってことないだろうけど、そのペナルティは今を掃除するまで続くのよ。そんな状態で明日から叩く。了解した。地獄に落ちろ、マスター。